い、皆さんこんにちは、レイです。今日のこの動画ではニューエラのトートバッグをご紹介します。で、動画の後半で、なぜこれなのかとかちょっとそういったなんか雑談的なお話をしますので、よかったら最後まで見ていってください。で、このトートバッグなんですけども、後で全身のカットを見ていただこうかと思うんですけども、そんなに大きなバッグではなくてですね、好みで言うともうちょっと大きい方がなんかでかくて可愛らしいかななんて思うんですけども、まあ、ギリギリちょうどいいとこじゃないかなと今思っております。で、こいつを僕がどう使いたいかと言いますと、例えばここにヘルメット RX7X がありますけども、これがですね、このバッグスポンとこう入ってしまうんですね。今の雑に入れてますので、ちょっと顎が上出てますけども、こうすることでヘルメットをカバンに入れて運ぶことができるんですね。例えば教習所に今通ってる方とか、あるいはじゃあ何かレンタルバイクをしに行くとか、あるいはそのバイク側にヘルメットホルダーがついてなくて、職場にヘルメットを持っていかなくちゃいけない、学校に持っていかなくちゃいけないとか、なんかそういった事情があって、もしもヘルメットが入るカバンを探しなのであれば、これ結構いいかと思います。で、これ以外に前に僕が紹介したのが、これヤマハのワイズギアが作ってる、これ商品名がですね、まさにこれヘルメットバッグっていうものなんですね。かなり大きくてですね、で中がヤマハのレーシングブルーになってて、これすごく綺麗で、しかもこれキルト状になっていてですね、クッション性能があるので、ヘルメットを安心してしまうことができて、で内ポケが多少ついていて、でこれがですね、表側なんですけども、ここにこういう風にマジックテープの段がいるんですけども、ここをですね開けるのなかなか大変なんですけど、ここにわざわざボタンが1個ついてるんですが、絶対勝手には開かないようになっていて、でここのポケットが結構こう長い構造になっている、何を入れるかではあるんですけども、こういう堅牢な作りをしているというのが、まあ、ヤマハとかそのバイクメーカーが作ったものならではの特徴かなというふうに思います。まあ、これにもヘルメット入れてみて、僕が全身でどう見えるのかちょっと見てください。という雰囲気の違いがあるんですけども、まあ縦長か横長かっていう印象の違いかと思うんですけども、まあ、こっちはですね、まあ、なぜヘルメットバッグではなくて、パソコンが入るビジネスユースとしても使えるトートバッグなので、例えば内ポケとかそういうちょっとした飾りとかギミック的なものもこっちの方が多いんですね。じゃあこのバッグのそういうスペック的なところをちょっと一個一個見ていきましょう。まずこのバッグは表側、このニューエラロゴがありますけども、こっち側にポケットが一ついますで、反対側も同様にいます。で、表側帰ってきますと、ここにカラビナとか何らかフックを引っ掛けて使えるような、こういった構造もついています。まあ、こういったところはちょっとそのミリタリーっぽいとかタクティクスっぽい感じがするかと思います。でですね、バッグの上の口の部分なんですけども、ここを止める方法がいくつかあって、まずこのボタンをここパチンと止めておくこともできます。そうするとここがこういう風につながりました。で、これをパチンと開けた上に、さらにですね、内側はこういう風に、まあ、いわば水が入らないようにというイメージで、さらにこういうファスナーの、留め金がついております。で、それを開けてようやく中にアクセスできるんですが、この中もいろいろついてくるんですね。さあ中を見ていきましょう。カメラでちょっとお見せするのが難しいんですが、これもですね、さっきのヤマハのヘルメットバッグのようにこういうクッション構造になって、とてもとても柔らかいので、まあ、パソコンやカメラという、電子機器入れても大丈夫かと思います。で、さっき表面にこうロゴがあると言いましたが、まあ、ちょうどその反対側ですね、こっち側には、まあ、サーフィンとかするですね、まあ、ウェットスーツのような柔らかいクッションの素材で、ここにノートパソコンを1枚入れられる部屋がついてきます。で、反対側ロゴ側を見ていきますとですね、ここには例えばまずキーのフック、ここに例えば家の鍵とかバイクの鍵とか引っ掛けられるキーフックが1つついています。で、そしてお見せするのが難しい、まあ、ファスナーがここに一ついて、でここがメッシュの袋になっているので中に入っているものが見られます。まあ、僕は試しに使ってみた感じで、僕はここにあの目薬リップ、ロートGとですね、そして資生堂モアリップと、あとですね、なんかロキソニンとか、なんかそんな感じの薬とか、なんかバファリン的なそんなものを僕ここ入れてました。で、その横にですね、ここに、まあ、これぐらいの幅の広さ、10センチあるかないかなぐらいのところに、例えばスマホをここにスッと入れることもできますし、で、その並びで、まあ、ペンが刺せるようなこういう指が入るこれぐらいの部屋がついてきます。で、こうやって見た感じでも作りだいぶいいですよね。こんな風な構造になっております。
そんな便利な機能が様々ついてはきますけども、ニューエラのバッグはそれだけでは完成しません。最後にですね、ワンポイント一手間加えてあげることで自分仕様になるんですけども、それが何かというと、ここにですね、小さな、まあ、ベース部がいるんですけども、これをどう使うかと言いますと、これは僕が毎日使っているバックパックなんですけども、これニューエラのものなんですが、ここにですね、こんな感じなバックル布の一つ付けられるんですね。他にもこうなったりします。こっちはベージュに僕ゴールドを組み合わせました。それ以外にもレッドのバッグにはホワイトを組み合わせました。これ何ができるかと言いますと、これ僕のオンラインストアで売ってる新作のニューエラの950をベースにしたトラッカースタイルの帽子なんですけども、中見ていくとですね、実は帽子側に先ほどのバックルはクリップをかけられる場所がちゃんと用意されているんです。そうするとこんな風に帽子をバッグ側に取り付けすることができるんです。ニューエラのバッグはこのクリップをつけておく状態が僕は完成形かなと個人的に思っております。そんなわけで今手元に残っていたのが、これがネイビー、シルバー、そしてブラックの3色。あとですね、都市迷彩のようなカモフラージュの白っぽいやつもあったんですけど、スコッティにちょうだいつって奪われちゃいましたので、今はですね、この3色の中から選んでいきたいんですけども、まあ先ほどのカーキのカバンに合わせるのが何色がいいかちょっと難しいとこなんですけども、実はグレー調のバッグ、シルバー調のバッグにはこのネイビーを組み合わせたいと思って、これも決めていたので、こいつはちょっと温存してこのブラックあるいはシルバーを取り付けていきます。まあベタではありますけども、カーキブラックというモデルなので、ブラックを組み合わせることにしました。でこのキャップクリップは表側裏側、どっちが表裏かちょっと僕分かんないんですけど、片方にこの US パテントいくつというですね、パテントの数字が刻まれていて、でこれもデザインとして使うか使わないかは個人の好みかと思うんですけど、今まではわりかし隠してきたんですけど、このバッグの場合ちょっと白のレタリングがいたらなんかガチャガチャしていいかなと思ったので、こっちにしようと思います。ただそうしますとですね、このクリップを使うときに右利きだと親指でへこますのが便利なんじゃないかな、逆だと人差し指、まあ、どっちもいいんだけど、ちょっと文字出したいから文字生かしで行かせていただきます。はい、装着できました。これで僕仕様になりました。そんなわけで今日の動画ではニューエラのトートバッグを紹介してきました。クリップキャップのブラックを取り付けして、そしてニューエラの櫛谷のスペシャルモデルを僕はこういう風に装着をして完成しました。まあ、本当にここにキャップをこういう風にずっとぶら下げておくかと言いますと、まあ、かなりここですね、まあ、剣の硬い作りしているので、なんか取れちゃう、なくしちゃうってことはないかと思うんですけども、あくまで僕は一時的なものかなという風に考えています。でこのキャップをですね、このカバンの中にぐちゃっと入れてしまうと、せっかくのこのニューエラならではの綺麗な形状とこのコットの綺麗なこの、まあ、生地っていうのがですね、傷むのがかわいそうなので、まあ、中に入れるか外に入れるかというのはその時のバッグの中に入れてるものの都合によって決まるかと思うんですが、まあ、こういうふうにやっぱり帽子がぶら下がってる状態がすごくかわいいかななんて思います。でこのオリーブですね、これ今年2021の新色になるので、今なら多分ですねニューエラのストアでまだ買えるかとも思います。でただこういったのでやっぱね売り切れ早くなくなっていっちゃうんで、気になる方はチェックしてみてください。概要欄にこれの、オンラインストアのリンク入れておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そんなわけで今日はニューエラのバッグを紹介しました。また他の動画でもお会いしましょう。あ、確かにヘルメット、まあ入れる用事そんなにないけど1個持っといてもいいなとか、それあるとあるで便利だねという風に共感してくださった方いらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録をして、またこういったものを紹介してまいりますので、通知をオンにしてお待ちください。そして高評価を押していただけたら嬉しく思います。そんなわけでまた次の動画でお会いしましょう。以上レイがお送りしました。